うわ、めっちゃ雨降ってんじゃん。竹がなってるよ、竹。あの竹は素材として月中できるのかな。花も咲いてるね。グッドラック、ありがとうございます。和風テイストで可愛いじゃない。花も開いてて。虫とかもかなり珍しい虫いそうだね。花全部持っていきたいけどな。これ一つ消費しちゃうんでしょ、多分。竹とかもな、苗ごと持っていきゃ、俺の島で栽培できるようになるかな。あ、今回川釣りとかできない感じかね。海釣りはたくさんできそうだけどって感じか。竹の周りになんか珍しい虫とかいそうだけど。あれ、ここにも誰もいない、もしかして。やっぱりあれなのかな、珍しいのかな、人がいることって。レンチャンでさ、2人と会ったじゃん。だけどいないもんね。もしかしたら今いる住人が引っ越してこないと新しい住人来ないのかもしれないね。じゃあ素材集めするしかないか。これ切れる？斧で。斧で、よいしょっと。パッカーン。おお、取れる。素材が取れる。そして切り倒すこともできるんだね。竹か。レシピひらめかない？ピコリンはしないと。で、これをスコップで。よいしょっと。あー、消えちゃった。これごと持ってったらいけるかな。あ、いけない。ってことは竹は素材を持ち帰りできないの？バンブーだって。竹でいいじゃん。なにちょっと格好つけてんのよ、お前。1ヶ月ぐらい留学して、アメリカ人気取りの、あいつに似てるわ。あいつって、リア友だけど。お、タケノコだ！タケノコを掘り出した。あ、これもしかしてタケノコを植えれば、竹がなるんじゃない？だったらそんな持っていかなくていいかな。めっちゃ穴開いてるから化石たっぷりだなとか思ってたけど、これもしかして全部タケノコなの？よいしょ。あ、だね！化石がない感じなのかな。タケノコをいくつか持ってって、で、ハリマルくんの家の周りにやったら、すごい合わない？ハリマルくんの家すげえ和風テイストじゃん。だから、竹とかすごい似合うと思うんだよな。喜ぶかな。プレゼントに持っていこう。お、ミラコちゃん、どうしたの？ミッケって。俺のこと探してたの？ねえねえ、アビブ、ちょっと俺言ってるの、相談があるんだ。何相談って？付き合えないよ。今日は新しく越してきたデースケって人にはもう、うん、一応挨拶済ませたんだけど、なんかね、邪魔だって言われちゃった。この島に新しい風が吹く予感がして、うちめっちゃワクワク。春一番とかもうすぐかな。それでね、デースケはこれからもまだまだ増えるであろう新しい移住者をおもてなしするために、うん、何、島を飾りつけたりして、もっといい。そうだね、セレモニーとかしょぼすぎるからね、歓迎会ぐらいちょっともっと派手にやりたいよね。もちろん今のアビビーアブランドともうち的には十分いい感じだとは思ってるんだけどさ、単純にうちも自分なりの歓迎の気持ちを表現したいなと。やっぱり心は綺麗でさ、うん、あんたにどっかに飾ってもらえないかと思って用意してきたものがあるんだ。何？お、葉っぱ？葉っぱなんてたくさん落ちてんじゃん。場所はあんたに任せるから、その水飲み場を飾っておいてくれ。あー、確かに公園とかにワンちゃん用の水飲み場とかあるからね。ミラコちゃんがペロペロ吸ってんのかな。それじゃよろしく頼んだよ。ダメー。分かった。水飲み場か。海辺の近くとかあってもいいかもしれないね。疲れてるだろうし。メッセージボトルあった。よいしょと。水飲み場。どんな感じの水飲み場なんだろうね。ここに置いてあるこれと同じ感じなのかな。左右に並べてみる、ここに。水飲み場。はい、数えます。ポン。あー、やっぱりそうだ。セットにできるじゃん、セットに。じゃあ、ここに置いとくか、ここら辺に。ここ置けるかな？ちょっと、位置的に足りないかもしれないけど。これさ、住民の家もさ、でかくなるのかね？だとしたら、周りに物を置くとさ、でかくできないとかありそうじゃん。だから怖いんだよな。この辺に飾って。いいじゃん、いいじゃん。うん、水飲み場と。ちゃんとこれ乗って手も洗えると。いい感じ、いい感じ。はい、置いてきて、ミラコちゃん。どこ行って、ミラコちゃん。はい、いた、いた、いた。はーい、持ってきたよ。またあと持ってきちゃうんで置いてきたよ。あんたと気が合うのかな。ダメー。話に来たよ。置いたよ。そういや、絹代ちゃんには会ったかい？ちょっと置いたお礼はないの。今日この島に来てるっつ。うん、もう話して結構買い物したよ。この服絹代さんのところで買ったの。こういうところに住んでると、服も手に入れるのも一苦労だし、売りに来てくれてありがたいね。ダメーン。そうだね。でもまあ通販で買えるけど、数も限られてるしね。品揃え悪いんだよな、ネットショッピングのくせに。ミラコちゃん、プレゼントあげるよ。なになに？ミラコちゃんのためにとっておきのさ、どうしようかな。この空き缶。これあれば、ほら、なんか保存とかもできるでしょ。はい、あげる。何かしまってる大切なもの。よっしゃ、空き缶。ん？どうしたの？って、ゴミじゃないよ！ DIY の材料だよ。まったく、ボケるにしたって思って。そっちのダメ出し、ほんとやめてくれない？傷つくから。
ボケがなんか弱いみたいな言い方やめてよ、ちょっと。そうだね、確かに空き缶じゃね、大抵の人が考えつくしね。もっと面白いもの持ってくるから、今度こそね、褒めてよ。さて、本日のニュースはまた新しい順に来るんじゃない？なんと今日からアビピ油床にドミグラさん、グラタンにしたら美味しそうな人、新しく仲間入りしただなも、どこかで見かけたらぜひ歓迎してあげてほしいだなも。この二人は一応スカウトしたから来るって分かってたけど、もう一人は誰なんだろうね。それじゃあ今日も一日楽しんでちょうだいね。オッケー。そっか、じゃあ三人来るまでは新しい住人は無人島に現れないのかな。さあ今日のメールは誰じゃら。はい、ハッピーホームアカデミーから来てるよ。何？アビブさんのお部屋は11634ポイント、ランク B だって。おめでとうございます。今回お家の評価1万点を達成されましたので記念品をお届けします。ランク B ってことは上から数えると3番目2番目どっち、 S ランクとかあんのかな。じゃあポケットにしまう。ただ家具置いてあるだけなんだけどな特になんかさこだわってるとかないんだけど、ちょっと見てみる。前回と変わってないんだけど、ただある荷物を置いてあるだけなんだけど、これで1万点以上なの？ただ散らかってるようにしか見えねえんだけど。まあでも、この世界ではセンスがいいと思われているんでしょう。まあテーブルとかもあるし、ベッドもあるし、必要な家具は揃ってるから、まあなんかいい風に捉えられたんだろうね。1万点か。ランク B で1万点ってことは A ランクは1万5000とか2万点ぐらい？それだったらだいぶ離れちゃうけどね。じゃあ見てみようか、プレゼント。はい、開けます。B ランクだから結構いいんじゃない？アカデミーのペナント。ペナントって何？あのさ、当たり前のように知ってるようにさ、出てくるけどさ、わかんないんだけど単語だけじゃ。ペナント？え？ペンションってこと？家？ペナント。はい、壁に飾る。壁に？何これ？あー、これペナントって言うんだ。よく校長室とかにあるやつでしょ。なるほど、これがペナントっていうのね。覚えた。どんどん新しい単語を覚えていくの。ペナントか。多分このゲームやらなかったら一生聞かなかった言葉だろうな。あ、レンガの家だ。かわいいじゃない。いいね、この木製のサペットと合ってる。よいしょと。わあ、風が気持ちいい。潮風が気持ちいいんだろうな。いいな、この家。俺もこの外観が良かったんだけど。たぬきショッピングで売ってた？俺ん時売ってなかったんだけど、新商品もしかして。ドミグラさん失礼します。まだ引っ越しの準備してるかな？あ、してる！しかも可愛らしいじゃない、見た目と違って。結構あれなんだね、可愛いもの好きなんだね。アビブさん、荷物がまだ片付いてなくて。すみません、久しぶりだね。今日からアビピアブランド島の住民になりましたので、よろしくお願いしますね。なよー！はーい。広くていい部屋だね。この床俺好きなんだけど、壁紙もすごい可愛いし。じゃあ家具とかも結構こういう可愛い系なのかな。見た目にそぐわず可愛いもの好きなんだね。外はちょっとなんか自然あふれる感じなのに、中はこうやってなんかフェミニンな感じで、ギャップがまたたまらないね。オッケーっす。そっか、ドミクラさんか。あんまりいいキャラしてないんだよな。なんとなくね、なんか普通な感じがして。ああ、お金がなってる。嘘やん、本当になるんだね。何ベル？大した額に1000ベルか。これ、植えた額が、なるらしいんだけど、俺1000ベル植えたっけ？じゃあ、最高で1万ベルらしいんだけど、1万ベル植えれば、3万ベルになるってこと？めちゃめちゃすごいじゃん。犬さんおはようございます。あら、ビブさん、おはようさんです。また寄らせてもろてます。毎日来てるね。今日はどないしましょう。服はね、全部買っておこうよ。毎日違うコーディネートを楽しみたいと思ってるんだ。あ、いいじゃん、可愛いのたくさんある。パッチワークスカートとかもいいな。星のサングラス買っとこう。全部買っとこう。ちょっと、絹代さんにはね、蜜がないと。全部買っておこう。あ！え？なんか違くない？ああ、待って、ちょっと待って、こっちから先に。ごめんね、アリマメ。待って。鼻水垂らして、ウリちゃん！こんにちは、俺の名前はウリ。あちゃんが育てた美味しい株の売り歩きを手伝ってんだ。じゃあ俺が今まで会ってたのは、あのおばあちゃんの方だったのね。人が住み始めたとくっつけて、このアベペアブランドタンにも来てみたんだけど、これから毎週日曜日の午前中に株を売りに来るって決めたから、どうぞご引きにして。あ、そうなんだ、めちゃめちゃ可愛いね。鼻水拭き取ってあげたい。ところでお客さん、株の説明聞きなさる。聞く。ハリマル君、ちょっと待って。これ話終わったらすぐ話しかけるから、そんな悲しそうな背中を見せないでよ。ばっちゃんが大事に育てた株はね、先生のうちに食べるのが一番うまいって決まったんだけど、
金のために買う人よりもお金儲けのために買う人の方がずっと多くて、ほらびっくり。そんな人いるの信じられない。俺には考えられない。もっと聞きなはら。うん、聞かせて。まあ、めくつさんのお店があるでしょ。うん、あるね。あそこで株を買い取ってくれるんだけど、株の値段は日によって違うから、俺たちから買った値段より高い時に売ればその分儲かす、逆に安い時に売ると損しちゃうということに。なるほどね。株がさ、平均価格が最初にね、分かんないとね、困るよね。また聞きなさい。うん、聞かせて。このんちゃんが売ってくれる値段次第ではずっとね、安いままになっちゃうかもしれないし。さて、ここからが一番大事なところなんだけど、この株は一週間経つと腐ってダメ。あ、そうなんだ。なんて都合のいい。まずね、食べ物だしね。俺は毎週日曜日に株を売りに来るから、遅くでも土曜日のうちに売らないとすっかり腐ってしまって横断するから、くらくらも気をつけ。じゃあ土曜日に売ったやつはもう腐りかけってことか。てかこの世界の食べ物とかは、ね、絶対腐らないはずなのに株だけは腐るんだ。他の食べ物は多分もう着色料とか合成着色料まみれなんだろうね。長くなった分の保存料と株のさつまいはこれでおすまだに。ほんで今日は1株90人バレたんだけど、早速買って。わかんない、安いか。いやでもこれ基準で、まあこれで普通の価格より高かったら、まあ、授業料としてね、立っちゃえばいいし、10株単位じゃ10株売っちゃう。10株でこれでいいかな。10株全部で100、買えるだけでいいんじゃない。買えるだけで。え、170も買ってもあれかな。100にしよう。100で、100ぐらいなら全然余裕だよね。はい、9200ベル。100株ってことは全部で9200ベルだけど、それでいいのに。なんかね、100円ぐらいが中央だった記憶があるんだよね、今までの。全然覚えてねえけど。だから、92って安い方だと思う。買っちゃう。にゃはは、マザリー。持てる?アイテム欄。はい、9000ベルト。夜道気をつけてね、帰り道襲われないように。ちゃんとお金大事に持ってるんだよ。株、上がれ、上がるとええね。それもう完全にお金のこと言ってんじゃん。あ、ピコピコ言ってる。アイテム欄には、ああ、ちゃんと10個で100株になるんだ。1個10株って言ってたもんね。それで100株分ってことね。オッケーオッケー。ごめん、お待たせ。ただ座ってるように見えるだろ。うん。と、見せかけて、実はずっと腹筋に力を入れてるんだ。だとら。そうなんだ。別に聞きたくなかった。なんか呼んでなかった？お前も座りたいって。へへ、ここはオイラのお気に入りだから、今はダメだぞ。だとら。あー、ダメなんだ。もう、君のせいで、いや、俺のせいか。ごめんね、邪険に扱っちゃって。いや、だって初めて会った人だから、初めましてしないとさ、失礼になっちゃうじゃん。アニマー君はもう俺と親友だからさ、別にさ、ちょっとくらい待ってくれてもいいでしょ。バスと一緒に筋トレしよう。お話しよう。うん。いいよ。筋トレに、電気は関係ないぞ。大事なのは毎日コツコツ筋肉を育てていくことなんだ。まあそうだね、四六時中。でも毎日やるのってあまり効果的じゃないらしいよ。3日に1遍とか2日に1遍とか、間隔を空けた方がね、いいらしいよ。まあ俺はもともと体を動かせりゃ、天気とか全然。でもやっぱ天気は晴れの方が良くない？綺麗じゃん。ねえ。雨の日はなんかさ、気分が下げ下げになっちゃうよね。あ、風船ある。やっぱりちょっと、バイオリン虫を捕まえたと。ハリマー君さ、これいらない？あのさ、俺 T シャツさ、かぶったの買っちゃってさ、すげえ恥ずかしいんだけど、ホーイ T シャツ。持ってるとさ、知らなくて買っちゃったからあげるよ。おぉ、ホーイ T シャツ、あ、知ってんの？よし、さすが、おぉ、ありがとう、着替えてくれるの？あ、似合ってる、めちゃめちゃ。ちょうどこういうのが欲しかったんだ。だとら、よかった。じゃあ俺も持ってるからお揃いコーディネートする？ちょっと風船さ、割ってきてさ、持ってくるから。あそこにもいる、あいつが。なんだっけ、名前忘れちゃった。ガリメロだっけ。ベースケだ。全然違う。誰だよ、ガリメロって。ベースケくんは後回しにしてパチンコ持って、ここで、ぴょこ。完璧。もうパチンコはヘパチ役中だね。何が入ってたの？一応見ておいて、パッカーン。松の盆栽だって。生命を DIY で作り出すの。そこまで来たか、境地に。素晴らしいね。じゃあ、ホイ T シャツ着替えてこよう。おっす、ほら、見て見て、お揃いコーデ。おう、ちょちょどだ。だとら、世間話でも。ほらほら、なな、ハッピーホームアカデミーの点数、どうだと。1万点超えだって、B ランク。おいらは、まあ、今後の成長に期待って、どこかの、何言うと教えてよ、何点か。にしてもあれって、いつ部屋、監視カメラがどっかに仕掛けられてるんだよ、あいつが。だって、木にも仕掛けられてたんだよ。てか、写真撮ろう。みんなでポーズと、ほら、ホー T シャツと、こっち見て、こっち。ピューイって言って。ちょっと角度を変えて X ボタンで近づけて、これ止めることはできないの？ZR でハッピー、ハッピー。
あ、ニコッとしてくれてる、ありがとう。男は背中で語るって感じなの？え、でもホーイ T シャツがさ、やっぱりさ、一緒にさ、撮りたい。そう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 、それでいいよ、それで。それでハッピー。にっこり。にっこりしてくんねえかな。じゃあ、パチパチ。これでいいじゃない。もう正面向いてるからこれでいいや。よし、お揃い。じゃあ今日は今日お揃いコーデで行こうね。いいじゃない、いいじゃない。じゃあ、いるかな、ミラコちゃん。ミラコちゃん、ほんと家ばっかにいるな。引きこもりだな。自然、何のために無人島に来たの、あの人。ここじゃインターネット通信も。あー、でも DIY やっている。何作ってんの？今、何やってんだよね。ダブーン。うん。何してんの？何してんの、あんた。アイアンシェルフ。あー、誰だっけ？誰かがさ、庭に飾ってたよね。そういうのは勢いが大事だよね。作ろうと思った時に一気にやるのがいいんだよ。そうだね、時間があるときにまとめてやりたいよね。脇目も振らずに DIY やってるときってさ、バイクでカット吹っ飛ばすのとなんか似てる。バイクの免許持ってんの、意外。足届く、またげたくない。そうだ、あんたも作ってみるかい。アイアンシェルフでよければ作り方、あ、教えて教えてっていうか、知ってなかったっけ。お願いしとこうか。もう俺作ったんだけど。そういうところあるかと、先にレシピを用意しておいたのさ。さ、遠慮なく受け取る。ありがとう。もう覚えてるとは言えないし、恋を無限にはできないしね。自分で作ってみるとなかなか楽しいよ。アビューは器用そうだし、うちよりうまく作れ。まあそれは当然だろうけどね。アイアンのさ、加工って難しいじゃん。よくできるね。そんな初心者がおいそれとできるようなものではないような気もするけれど、まあアイアンシェフ、作ろうか。鉄の溶接とかさ、ね、機材も必要だし、場所も必要だしさ、怖いしね、何より。ジャイアンシェルフ覚える。ハニャン、ハニャン、ハニャン、ハニャン。覚えたー。いいよね、一度見るだけで覚えられるなんて。受験勉強とか楽そうですごい羨ましいわ。英単語とか何回やっても覚えられなかったからな。じゃあ、いるかな、デイスケ。デイスケなんか、あ、こっちにいた。釣りしてんの、スデイスケ。ピロピロ。うん、何してんの。あ、でもさ、肌いないじゃん。一緒に遊ばないね。釣りなんかしないで俺と一緒に遊ぼうよ。ダメなの。こういうなんかさ、行動をとってるときは世間話しようとかできないんだよね。そういや、もうローン払えるんだよな。払っちゃう。なるべくさ、早めに広めにしといた方がいいもんね。ローン返済しちゃおっか。預金から。すごい貯めたでしょ。19万8000。コツコツとね、動画外で貯めてたんだよ。決定で。その時にね、あのね、でっかいマンボウを釣ったの。あれね、収録を終えた次の釣りで釣れやがった。今日はこれくらいにして、あとは釣りと虫取りだけでお金稼ぎして終わろうかなと思って、動画切った瞬間に釣れやがった。腹立つわ。はい、じゃあこんにちは。いいリアクションしてたろにな。どうもどうも、アビブさん。うちのローン全部払ってくれてありがとうございました。全部一括だよ。すごくない？ちゃんと払ってくれたってことはやっぱりその、何？今のうちの広さじゃ物足りなかった。あ、払わない可能性もあったってことか。やっぱり気にしてたんだね。そういうことなら心配ご無用だなも。アビブさんのお家をさらに増築して今度はお部屋を増やす。あ、そっか、ワンルームだとね、広すぎると困るし。詳しいことはまた時間のある時に。でもな、部屋を増やすってことは相当かかるんじゃない？お高いんでしょ。2倍ぐらいになってんじゃない。19万8000円の2倍だから、すごいことになってるよ。39万6000円。じゃあ、マイホームの相談。そうね。今のアビブさんのお家ならお部屋を増やすといいと思うんだなも。奥にお部屋、奥か。印象は変わることなくスペースが増えて、工事費用も抑えられるからおすすめだなも。外観はさ、広くならないの？外観は広くならずに、あの、中の内部空間だけ広くするの。すごくない？34メンシベルのローンを組むことになるけど、いかがだ。まあでも倍じゃないだけ、まだ良心的なのかな。お願いしとこうぜ。ああ、オッケー。じゃあ、工事の手配を進め。最終的にはいくらかかるんだろう。怖いな。明日の朝には完成するから楽しみにだなも。あと2階とかさ、地下とかも欲しいよね。お、どうした？アベブくーんって。やっほー、アビブくん。ピロピロー。何？俺のうちに、うわさせてきてくれて、どうもありがとう。うん、どうぞいたしまして。遊ぼう。お引っ越しできたその日、素敵なお友達ができて、とってもとても嬉しかった。いや、あの前の島で出会った時からもう友達だよ。僕、どうだけ。いた？これから、よろしくね。ピロピロー。うん、ありがとう。よろしくね。有効流しになんかちょうだい。だよ。ピロピロ。うん、お話しよ。プレゼントあげられないんだ。ビフォームアカデミーの結果はもう見た。え、君初日なのにそんなの知ってんの。知識豊富だね。僕はまあまあいい感じだったから。段ボールだらけだったのに。
あれで評価されるの？一回でいいからこっそり見に来てくれる人とやってお話ししてみたい。ビラビラ！そうだ、誰が来てるかっていうの分かってないんだよね、未だに。誰が来てるんだろう。おお、この島リンゴなってんじゃん。めちゃめちゃリンゴが実ってる。これ全部回収していきたいな。やっぱさ、特産物みたいな感じになってて、島には一種類の、果物しかならないみたいだから、こんな感じで、別の島に行って果実を持って、で、植えるっていう行動をしていかないと、新しい果実は手に入らないんだね。いいじゃない、リンゴだって。めちゃめちゃ美味しそうだし。これ多分リンゴのまま植えれば木になるよね。よし、たくさん植えとこうぜ。実績でもなんか何種類か、8種類ぐらいあったかな。8種類か6種類ぐらいの果物が種類あるみたいだから、ちょっと全種類コンプリートしたいね。これはやったぜ。しかし1回2000マイルだからな、なかなかにお高いですけれど、今ねタヌキマイレージが 25,280 あるんだよね。だからチケット買い放題なんだけど、まあでも新しい住人が増えないっぽいから、おそらく今引っ越し準備中の3人が全員来ないと次の人は現れないんじゃないかな。だからそこまでに取っておきたいんだよね。だからなるべくあまり無駄遣いはせずにって感じでいきたいんだよな。これいいじゃない、3人仲良く。ああ、撮影が終わった瞬間みんな立ち上がって協力ありがとうね。今のいい写真だったな。こういう感じでさ、何気ないスポットを撮れるっていうのすごいいいよね。今のいいタイミングでよかった。さて、本日のニュースは何何？そういえば3人目の住人来んだよね。ナント教からアビピアブラド島にペリーヌさんという方が新しく仲間入りしたな。も名前からして女の人っぽい感じだね。どこかで見かけたらぜひ歓迎してあげてほしい。だろう、多分隣の家だよね。さてさて、最後にもう一つだけ大事なお知らせがあるだろう。何何？おかげさまで住民も順調に増えて、アピピアブラド島もだいぶ賑やかになってきただな。もうそうだね、今で全部で6人ぐらい。今後皆様のことをより細やかにサポートできるよう、今までサポートしてたかな。案内状、今の仮設テントから、お、ちゃんとした建物に建て替えさせていただきます。そうだね、中央がテントのままだとね、機能が成り立たないし。ということで、こうじゃ、嘘。じゃあタヌポートとかどうなるの？使えなくなっちゃうの？タヌポートの利用や落とし物の、落とし物って何？ぜひ今日のうちに済ませておいてちょうだいね。そういえばなんか飛び盛りとかだと落とし物結構あったけど、今回一度も見てないね。出てくるのかな？今のところ一回も見た記憶はないけれど。それじゃあ今日も一日楽しんで、はい、わかりました。案内所か。お、わ、かわいい家じゃん。これ女の子らしい子なのかな？かわいい子だといいね。俺の予想だと、ネズミキャラ。お、あ、ワンちゃん、何この壁紙、すげえかわいい。はじめまして、アピピアブラドに引っ越してきたペリーヌです。あ、ペリーヌちゃんって言うんだ、よろしくね。すごいかわいらしい感じだね。そっか、あんたは、アピピ、あんた言うな、お前。仲良くしてくれると嬉しいな。どういう性格なんだろう。なんかきつめの性格っぽい感じだな、あんたっていうぐらいだからね。ペリンちゃんよろしくね。まだ部屋片付け中だから落ち着いたらまた遊びに来てね。歓迎するよ、プリリーン。なりだな、佐藤玉置系キャラだな。多分女性に嫌われるタイプの女の子だろうね。すごい可愛いものが好きで集めてますみたいな感じがすげえ漂ってくるわ。はぁ、家具とかも多分メルヘンチックなものが多いんだろうな。お隣同士だから、幼馴染ってことになるんだよね。恋が発展しと、しそう。さあ、じゃあ、あ、いるかな？こんにちは。また家の中でゲームでもやってんのかな？失礼します。そういえば家の中入ったことなかったね。どんな感じなんだろう。お、わあ、すげえ、おしゃれじゃん、カントリーチックの家具で。顔にそぐわない。しかもなんでデトックスウォーターなんてこんな洒落たもの持ってんの。お前は秋葉原に週5で通ってますキャラを突き通せよ。ビブ君、足元に気をつけてね。何か落ちてるかもしれないから。ビロビロ。何が落ちてんの？釘とか。今ね、譜面台を作ってるところ。譜面台って楽譜置くやつ。なんで楽器とかなんか弾くの？昨日夢の中で作り方思いついたから、早速作ってみるんだ。あ、そうなんだ。なんかお付けがあったのかね。みんなで合唱団とか組むのもいいかもしれない。なんかバンド組んで。僕が思いついた譜面台の作り方、昨日も知った記憶がビロビロ。じゃあ教えて。ちょっと待ってください。これさえ見れば間違いない。はい。譜面台か。でも楽譜がないとな。戸竹家さんとかがなんか演奏してくれればいいけれど。僕について作れるからって言ってるけどさ。みんなそれ、あ、なにこれ、四口コンロあんじゃん。料理するの？いいな、オーブン付きで。めっちゃ欲しいんだけど、これ。
しかも君だったんだね、桃の家具頼んだの。なんでカントリー場と全然合ってねえんだけど。ギャップがたまらない。お、どうした、だの吉。どうもどうも、ハビブさん。何、またなんか企んでんの。うちお部屋、あ、増えてたよ。見てないけど。自由に使えるお部屋が増えて住み心地も良くなったと。どれぐらいの広さなんだろう。リビング広くしたいんだけどな。ということで、何？あー。まあでも今ね、めちゃめちゃ金あるんだ。めっちゃ金あるから一括で払えるんだよ。あ、お支払いは頼むと。あ、もういいじゃん、現金払いで。なんか ATM だと払った感がないんだよな。そう、現金、そう、引き出して、で、たぬきちりペチンペチンってしたよ。ペホラ34万8000ベルだぞ、ペチンペチンみたいな。7位解除、300万、いいね。1日300マイル貯まるのもいいね。今、22,330 マイルもあるからね。じゃあ、ATM で、見てください、この額。417,310 ベルの預金残高。手持ち17万と合わせて58万もあります。すごいでしょ。めちゃめちゃ釣りして、めちゃめちゃレアな魚ばっかり、ゲットしたから、昨日のうちでめちゃめちゃ稼ぎました。実況会で頑張ったけど、これで34万8000ベル一括で。やったぜ、ヤッピーやったー。お家のローン全部払い終わった。いいね。毎回毎回これで一発で払うの気持ちいいね。どうだ、タヌキちゃん払ったぞ。どもどもアビブさん、お家のローン全部払ってくれてありがとうございました。だなんも、うん、頑張ったよ。私でも完済してくれたってことは、やっぱりその今のお家も、まあ、物足りないってことはないし、どれくらい増えたかまだ見てないんだけど、やっぱり最大まででかくしたいよね、できることなら。それなら安心してほしいだな。もアビブさんのお家はもっともっと大きく、この島全体を俺の家にしたいんだけど、それぐらいでかくできる。よし、いいことはまた時間あるから話しかけてるんだからさ、ね、今のうちに全部話してよ。じゃあ何をすればいいじゃなくて、マイホームの相談、藤君のご相談だなもんね。今のアビブさんのお家ならお部屋、また部屋がどん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 増えていく感じか。うわもう、やだ、どん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 倍、倍、倍になっていくじゃん。まあでも、最初のインパクトに比べたら全然安い。大丈夫。54万ぐらいだったら1日2日で、ね、まとめていけるから。お、いいだろ、何？あ、屋根の色はそのままで大丈夫。今のところは発色だしね、黄色でいいんじゃないかな。明日にはお家の工事が完了してると思う。いいね、ジェバンニさん頑張ってください。そっか、部屋ごとになんかいろいろね、コーディネートも変えていきたいよね。そういや、メール見てなかったね。誰からだろう。お、なんかたくさん来てる。ミラコちゃんからも来てるね。堂々エアラインズ。タヌキ開発。ハッピーホームアカデミー。これは？この度は前方の、ああ、増築祝いってことね。お祝いに家具をプレゼントします。魅力的なキッチンと共に。キッチンいいな。キッチン家具ってことなのかな？ポケットにしまいます。なんだろう。で、タヌキ開発。ああ、これは増築が完了しました案内ってことね。プレゼントは添えてないと。さすがタヌキチ。終了、収納に仕合わせていただきました。ああ、なんか壁にかけてあったからね。そのなんか入り口になるから邪魔だったってことかな。ミラコちゃん。なんでミラコちゃんから？さすがだね、ハビブ。聞いたよ。あんた部屋が増えたんだってね。なかなかやるじゃないか。すげえパンクな手紙だね。おめでとう。うちからもお祝い。ああ、ありがとう。気に入るかはわからないけど、よかったら新しい部屋にでも飾っておくれ。気持ちはバッチリのミラコより。このパンクな感じがミラコちゃんっぽくてすごいいいね。なんだろう、プレゼント。すげえ気になるんだけど。絶対気に食わなそう。堂々エアラインズ。これは？ああ、感謝の気持ちとして当社のオリジナルグッズいらないな。ああ、じゃあなんかすげえたくさん飛行機乗ってたから、そのお礼ってことなのかな。じゃあ何回か乗ってればそのうちグッズがたくさん集まるみたいな、そんな感じなんですかね。なんだろうね。三大家電の一つ。炊飯器？なんでご飯なの？炭水化物取れってこと？こっちミラコちゃんかな、これは。これは？調味料入れ。何、自炊しろってことなの？ゲームの中でぐらい外食させてよ。プレゼントはこっちは？これあのグッズか。ダルの T シャツめっちゃいらない。こういうグッズものってさ、相当なファンでない限りいらないよね。炊飯器かー。どっちかって言うと冷蔵庫とかの方が欲しかったな。調味料入れ。まあでもスパイスは保存が効くし、どんな見た目かはわかんないけど、まあ必要っちゃ必要かな。いずれ揃えるものだしね。お、奥に行けるようになってる。これが部屋ってこと？ちょっと家具どけて、どけらんね。よし、入りますか。どんなか、どれぐらいの広さだろう。6畳ぐらいある？寝室とかにしたいな。あー、うん、6畳、ちょうど6畳ぐらいか。窓もついてるし、奥に窓欲しいな。じゃあここを寝室にしてって感じにしようか。リビングもうちょっと広めにしたいんだよな。お、
何可愛いことしちゃって。ここいいじゃない、なんか一緒に座って写真撮らない、夕日をバックに。いいじゃない、仲良し小良しでこうやって、で近づけて、ほらいい感じじゃない。でポーズを取って、何がいいかな、ガーンにしとく、ガーンなんで初のツーショットがこいつとなんだみたいな、ガーンでいこうか真ん中に寄せて、で ZR でガーンすると、ガーンいいね、その自撮め、いいじゃない、カメラに合わせて目線回してくれる、ありがとうドリクラさん。ドリクラさん何飲んでんのそれ、バナナジュース、美味しそうだね、俺にもちょうだい。まあこんなところでお会いするなんて嬉しいなのよ。ドミグラさんはあれ買い物帰り、卵でも買ってた。お話ししよう、人の話をよく聞くのが大切だって本に書いてあったらね、話しかけてくださるの大歓迎ですのよ。そうだね、話し上手よりも聞き上手の方が重宝されるもんね。いいな、俺も聞き上手になりたい、決して話し上手ではないし何かご用ですかのよ、もうちょっとお話ししようよ、世間話。広場って憩いの場ですよね。そうかな、みんな集まってるところ見たことないんだけどてか何もないからね、誰かいるんじゃないかってつい足を運んでしまうんですのよ。なんか娯楽施設みたいなのここに作りたいよね。でみんなが自然と集まって、で自然となんかおしゃべりするような、そういう場所を作っていきたいな、そういう家具があればいいんだけどね。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。収録はもうちょっと続けようかなと思うんですけど、多分時間的に、動画の時間的にこれぐらいで一区切りした方がいいかなと思うんで、いよいよ明日、案内所が使えなくなってしまうらしいんですけれど、かなり不便になると思うけどな。 ATM も使えないんでしょう、どうなっちゃうんだろう。まあとりあえず明日になってみなきゃわからないんですけれど、本日はこれにて終了したいと思います。お疲れ様でした、バイバイ。